ptps, autos, pctr, c.im, jp, e8aml, iwu4zgke4, iSASz0, GIGABYTE2D0, DGZZI7CGZ3, REPLUBUKELJSGRJSUGB, タイ LA 核薬、93AGUTVFNPCV1FSXH74 oinrfcj5j5evwz5he7 y is33ehewpbhyr8 j j, j h o i z x 2 o d t 8 c k v d k 6ピールス、e、ンハグ t0w8ncbzvk3n0 hl7n39zn95mz02 gxaikp7x77cjf リトル G に目をクらしようが追加。1月13日から15日まで幕張メッセで開催の東京オートサロン23。平越しのごとく多くのカスタムカーが展示されているが、エアロパーツのオスであるダムドが新たに発表した。ジムニーシエラに多くの注目が集まっていた。ダムドは、 2019年にジムニーシエラをベースにメルセデスベンツの現行型。G クラスをオマージュしたリトル G を発表して話題となったが、今年はなんとレトロモダンなテイストあふれる。リトル G トラディショナルポをデビューさせた。細部まで手が込んだ一台。装備されるエアロキットはダムドジムニーシエラアルバ G で、ボンネットカバーやフロントグリル、 フロントバンパーやオーバーフェンダーなどで構成され、キャメルカラーのボディカラーやフォグランプにはエイジング加工、バンパーやフェンダーは色あせた黒樹脂感も、表現するなど細部まで徹底的に手が込んでいる。G クラスオマージュのジムニーは各社から多数登場しているが、やはりどこか違和感を感じてしまうのも事実。しかし、 今回登場したリトル G トラディショナルの仕上がりは超自然。オフロードとレトロモダンという現在の。2大トレンドを現代の車に上手にミックスさせた。実にダムドらしい一台に仕上がっていた。スタンダードなリトル G もアップデート。リトル G トラディショナルの他にも、スタンダードなモデルをより、TTPS、オートス、 pctr, c.im, jp, e8aml, i l l i i t r y w u 4 z g k 4 iSASz0, GIGABYTE2D0, d g z z, z 7 c g z 3 r e p l u v u k e l j s g r j s u g b タイ LA 各くすび ,93AGUTVFNPCV1FSXH74,OINRFCJY5J5EVWZ5HE7 is33eh-ew-pb-hy-r-8 j j h o i z x n i o d t 8 c k v b k 6ピールスンハグ -t0w-8ncbzvk-3n-0 hl7n-39zn-95mz-02 gxai-kp7x-77cjf ラギットにアップデートさせたリトルジアドベンチャーや モダンな装いのリトル G アドバンスも展示。こちらもダムドらしく細部までハイクオリティに仕上がっていた。